皆さん、試運転はお好きですか？ゆっくり霊夢です。ついにこのチャンネルもこんな挨拶になったのか。ゆっくりマリサです。唐突ですが皆さんに質問です。試運転とは何でしょう？シンキングタイムスタート。正解は本編で、今回の導入適当すぎん。星てことで前回のあらすじ。前回は霊夢がロマンロマン言い過ぎたせいで国鉄が爆発し、地味に利用客の多い非電化のローカル線を建設。その路線に羊毛線の 435M のような列車を設定。さらに水森からはドア増開し、観光地を結ぶ特急や急行を新設など、なんかよくわからないことをしだした国鉄である。よくわからないとか言うな。やっと水球界だ。ってことで皆さんこんにちは。4ヶ月ぶりに登場の水球代表のフランだよ。相変わらずの投稿期間で逆に安心するよ。1ヶ月ぶりに登場のよくわかんない立場のマリサだけ。確かにマリサの立場って何なんだろうね。ツッコミ担当？いやそこまでじゃないと思うけど、まあ雑談は短くしてっと。でフラン、今回は何をするんだ？今回は今後ろでも流れてるけど、この水球高浦駅から新たな地域に乗り入れるための準備で、マップ外に接続する路線を建設していくよ。ついに水球もマップ外進出か。それに今回はその先の計画まで見据えた計画になってるから、水球としては結構大きなプロジェクトだよ。何をするんだ？それはその時のお楽しみだよ。うわ、そこまで言って教えてくれないんだ。やな言い方するね。まあ今年中には発表できると思うから待っててね。この投稿頻度で言うと少し不安だけどな。きっと中の人が頑張ってくれるよ。頑張ります。てかさ、一つ思ったんだけど、高浦って線路通すときあるの？山と海に囲まれて駅の近くは建物が多いし、それに高浦駅を直進すると上だよ。それについては問題なし。ちゃんと土地も確保してあるし、海問題も解決済みなのさ。フランのくせにちゃんと考えてあるんだな。一言余計だよ。てことで新線の建設やっていこう。早速工事に取り掛かっていこう。お、見るからに建設予定地ってのがあるな。そう、そこに今回は建設していくよ。でも、その前に高浦駅の配線を整備するよ。水球本線の高浦直前のカーブ前のところから、高浦3番線に入れるように、下り線から上り線を越えていけるようにして、もともと建設してあった3番線から少し伸びてるところまで接続したいとこだけど、配線を整備するとか言いつつも延伸始めるのか？先に旅館の前あたりまで建設した方が今さっきのとことまで接続がしやすいからね。あ、ほんとだ、こっちの方が楽そう。よしと、これで配線整備終了。それじゃ旅館前から延伸開始、線路は大和町のギリギリのところを塗ってくように建設して、ある程度のとこまで伸ばしたら、スペースが広いし駅でも建てるのか？正解。SE ミスってんだろ。駅建設がリニアの回数までくらい長い時間具だったのでカット。つまり50年くらいかかったわけだな。静岡が全部悪いのだ。静岡県知事が50年頑張った世界線。世界って結構大きいんだな。今は過剰設備だけどこれから活躍するからね。しっかり配線を整えて。この駅は南高浦駅で2年に線の8両対応の駅だよ。録画し忘れちゃったけど、駅の山側には8両と10両対応の誘致線が1本ずつあるよ。ここもしっかり準備してるんだな。もちもちの論だよ。それにこの駅は高浦港にも近く、駅付近には家も多く、観光需要と通勤需要を兼ね備えた駅だよ。結構利用客多そうだな。まあそうだね。そして線路は駅を出るとトンネルに入るよ。こっち側からより次の駅からの方が建設しやすいから次の駅へ。次の駅はトンネルを抜けた先にある山の間にある駅で、2年2線の10両対応駅だよ。南高浦の8両とは違って10両対応なんだな。そして高浦側に出れるようにトンネルに入っていくよ。接続完了っと。そしたら今度は駅周辺の線路をしっかり整備して、この駅にはちゃんと安全側線を作ったよ。そして邪魔なものは天才王国王で草。ちなみに今の駅は浅場駅で、今さっきも言ったけど2年2線の10両対応駅で、駅の周りにはちょっとの住宅と、山側には温泉やレジャー施設があったり、山の間を縫うように道があって、駅前からは国鉄の富上駅まで行くバスが走ってたりするよ。でちゃちゃっとマップ外の絵のまで線路を敷設すれば、水球の新線、水球高浦線の完成。てか鉄道開業150周年ってすごいな。もうちょっと遅いわ。最後に車両紹介と簡単なダイヤ解説やってこう。いつもの手抜き感半端ないダイヤ解説来た。そんなん言わないでよ。まあ事実だけどね。認めちゃったよ。で、水球高浦線の使用車両は何なんだ？途中映ってたから察した人もいるかもしれないけど、
使用車両は西武3万系の4両で運転してるよ。水急線内だと結構短く感じるな。ほとんどが10両で運転してるからね。高浦線用に4編成在籍してて1編成は予備用、他の3編成で基本運用を回してるよ。そのうちの2編成は夜間、南高浦の誘致線でおねんねしてて、予備を含めたもう2編成は南大貝の車両センターでおねんねしたり検査を受けたりしてるよ。それと朝夕の水急本線からの直通列車に小田急4線型が充当されてるよ。そしてダイヤは基本1時間に1本で、朝夕には水急本線からの直通列車が走ったり、線内完結の運用も増発されてたりするよ。それと車両検査などは南大貝でしかできないため、1日2本本線を通って南大貝まで行く回送列車もあるよ。その時にこんな感じでビルの間を駆け抜ける3万系が見えるんだな。この運用は撮り鉄の間で有名な運用だったりするらしいね。それとこの回送の筋でとある列車の試運転をしてるよ。ってことで答えはときめく3文字試運転でした。なんか出てきた。っていうことで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次の水球回には直通先を発表できると思うので、よかったらチャンネル登録をして気長にお待ちしていただけると嬉しいです。最後に高浦線普通への初高浦行き、高浦初回送南大貝行きの全面展望をご覧ください。それでは次の動画でお会いしましょう。さらばば。Bye.
星屑さ。